イマックスシリーズファイターズ対マリーンズ、勝負は3戦目。ファイターズの先発は北山昂輝でした。2アウトランナー1塁、ランナーを置いて4番の外、空振りの三振、ゼロでの立ち上がりとなりました。そして今日は2回に試合が動きます。2回の表、マリーンズは1アウトランナー1塁3塁。田代さん、ここでセーフティースクイズでしたね。もうこれがもう最適と言いますかね、またいいところに転がりましたんでね、内野安打になりましたね。そうですね、今日は試合が早めに動きました。ワンアウト満塁、ここで1番の荻野というところ、思ったよりも飛距離出ましたね。出ましたね。もう少し短いかなと思いましたけども、しっかりタッチアップできるぐらい、はい、荻野さんのこの力が勝ちましたね。そうですね、はい、この3連戦いずれもマリーンズが先制する形となります。2対0。そして3回の裏、ファイターズはワンアウトランナー2塁3塁、マリーンズ先発の種市、バッターは2番の浅間だったんですが、ここは見逃しの三振。梨田さん、ここはズバッときました。そうですね、フォークはちょっと頭にある中でインサイドね。そうですね、ただその直後、杉谷さん、清宮が2点タイムリーヒット、同点です。そうですね、いろんな選手の思いをね、こうやって上のこの打席でしたし、初球からしっかり振りに行きましたよね。そうですね、素晴らしいの一言です。はい、清宮幸太郎が結果を出します。5回です。5回には2番手田中正義上がりました。2アウトランナー1塁、4番外を迎える場面、156キロのストレート、空振りの三振。いや、梨田さん、見事なリリーフでした。いや、もう3球ともすごい球でしたね。そして7回に入ります。貝またぎの田中正義は3番手河野へとピッチャーが変わって、この河野に対して9番の藤原がセンターへヒット。ただ2アウト1塁の場面、2番の藤岡をショートフライに打ち取って無失点、2対2同点のまま試合は終盤に向かっていきます。そして7回の裏、ファイターズはノーアウトランナー2塁1塁、この送りバントがダブルプレーになります。いや、梨田さん、ここはファイターズとしてはちょっと嫌な空気になりましたよね。そうですね、もうノーアウト1、2塁がね、バントでゲッツーっていうのは最悪でしたけどね。そうですね、ただ杉谷さん、この2アウトランナー2塁1塁で水野です。決めてくれましたね。ここでもう本当に集中力を研ぎ澄まして、やっぱこの1点を争うこの投手攻防、それも面白かったですし、野球の魅力がこの1イニングに全て詰まってたのかなと思うぐらい、もう楽しく見てましたね、はい、そうですね。この2点タイムリースリーベースで4対2、2点を勝ち越しました水野。ここで見事に打ち砕きました。さあ、そして8回には4番手の池田です。4番の外、151キロで空振り三振、三者凡退に抑えます。そしてその裏、ファイターズは2アウトランナー3塁、マリーンズ2番手の横山を攻め立てて、4番の万波、低めの変化球うまくレフト前に運びまして、さらに1点を追加、これで5対2、リードが3点に広がります。そして9回、マウンドにはプロ17年目、宮西尚輝。ツーアウトを取って、最後は8番の友杉をサードゴロ。試合終了5対2、3戦目を取った北海道日本ハムファイターズが、クライマックスシリーズファイナルステージへと駒を進めることになりました。これで王者ホークスが待つ福岡へということになりました。いや、杉谷さん、まだまだファイターズの大航海は続いていきますね。そうですね、まあ、この先王者は待ち構えてますけども、はい、やっぱりこの、ね、ファイターズ の, この勢いというのも大事にしてもらって。さあ、それではヒーローインタビューお聞きいただきましょう。エスコンフィールド北海道にお越しのファイターズファンの皆さん、そして全国のプロ野球ファンの皆さん、ヒーローインタビューです。
ございます。勝ち越しのタイムリーヒット水野達稀選手。最後締めくくりました宮西直樹投手です。まずは清宮幸太郎選手から話を伺っていきます。おととい、昨日、今日と3万7000人を超えるこの大観衆です。今のお気持ちいかがでしょうか。やりました。おとといは悔しい負けがあって、昨日も苦しい試合で最後の最後で勝利をつかみました。今日も序盤はビハインドの展開、どんな思いで打席に入りましたか。いや、1打席目も得点圏で、いい当たりが打てなかったんで、ツーアウト2、3塁、ここで打たなきゃ男じゃないなと腹くくっていきました。みんなで掴み取ったクライマックスシリーズファイナルステージの進出です。お気持ちはいかがですか。この大好きなファンの皆さんとチームのみんなとまだ野球ができると思うと本当に幸せだなと、はい、思います。苦しい時も割れんばかりの大歓声が背中を押してくれたと思います。ファンの皆さんにはどんなことを伝えたいですか。これからも一生僕たちについてきてください。お願いします。目指すは頂点です。いよいよあさってからは首位1位を決めたホークスとの頂上決戦が始まります。どんな風に船を前に進めていきましょう。いくらげありがとうございました。勝ち同点のタイムリーヒット清宮幸太郎選手でした。続きまして勝負を決定づける勝ち越しの2点タイムリーヒットを放ちました水野達稀選手です。打った瞬間どんな景色が広がっていましたか。やりました言わせてくれないんですか。改めてお伺いしましょう。見事クライマックスシリーズファイナルステージ進出です。やりました。この大歓声を前に今のお気持ちはいかがでしょうか。最高です。改めて伺っていきます。今日は北山投手も粘りのピッチングを続ける中で同点の場面で巡ってきた打席でした。あの打席振り返っていかがでしたか。いや、もう絶対ここで取るしかないと思って、まあ、いろいろミスが重なりましたけど、まあ、そのミスをカバーするのがやっぱ短期決戦なんで、まあ、本当にいい仕事ができたと思います。今シーズン何度も勝負の場面で一打を放ってきた水野選手です。5月のヒーローインタビューではこれが今年のファイターズですという言葉もありました。今のファイターズ水野選手どんな風に見てますか。
でも本当にこれが今年のファイターズです。ファンの皆さんの声援は打席でどんな力になってましたか？いやもう本当に一球一球もうすごい歓声で、もう本当にまたここに帰ってきたいと思いました。お言葉にもあったように、次このエスコンフィールド北海道に戻ってくるのは日本シリーズです。ファイナルステージ、どんな戦いを見せてくれますか？絶対ソフトバンク倒してまたエスコンに帰ってきます。では水野選手にも最後に伺います。ファイナルステージ、どんな後悔を見せてくれますか？行くだけ。勝ち越しのタイムリーヒット、水野達樹選手でした。最後に9回のマウンド、見事なピッチングで勝利を決定づけました宮西直輝投手です。ありがとうございます。クライマックスシリーズファイナルステージ進出です。今の気持ちいかがですか？やりました。お立ち台にこうして立っている今のお気持ちはいかがでしょう？はい、いや本当に、ここ数年のことを考えると、今この舞台というかこういうヒーローインタビューの場所に立てているというのは本当に思いもしなかったので、すごく嬉しいです。勝利が決まった瞬間にはいろんな選手の目には涙がありました。宮西選手にも何か込み上げるものがあったんじゃないですか？いや特にないですけど、いやでも本当に今シーズン若い子たちが本当に一生懸命頑張ってここまで来て、最後の最後で潰したらどうしようっていうプレッシャーで、マウンドに立ってました。はい、17年目です。若い選手たちが多い中で、今年のファイターズの躍進成長はベテランとしてどんな風に見ていたんでしょうか？どういう風に見ていたかと言いますと、そうですね、本当にみんな一生懸命だし絶対成長するっていう風に思ってたんで、本当にここまで成長したのは、まあ、本当に監督のおかげだと思います。はい、去年おととしと最下位という苦しい悔しい結果が続く中で、ここまで連れてきてくれた、そしてみんなと共に戦ってきた新庄監督には今どんな思いでしょう？そうですね、今日9回行くって言われてなかったんで、いきなり言われてびっくりしたんで、はい、ありがとうございますと言いたいです。今日の試合もそうですが、野手陣の頑張りの前にはブルペン陣、先発陣、ピッチャー陣、みんなの頑張りがあったかと思います。同じピッチャーの仲間たちの姿はどう目に映っていましたか？たくましすぎます。はい、福岡での戦いが勝ちにつながれば、またここエスコンフィールド北海道に日本シリーズで帰ってくることになります。福岡ではこのファンの皆さんたちにどんな姿を見せたいですか？帰ってきますよ。みんなでもう一度ここで戦いましょう。それでは宮西投手にも伺います。流れができてます。帰ってくるべきはここエスコンフィールド北海道です。さあいよいよ
クライマックスシリーズファイナルステージです。どんな戦いを見せてくれますか。日本一までやるー。